大氷端木は、スイカズラかスイカズラ族に分類される、落葉低木の一種。株立ち状の樹形で、樹高は1から2メートルで、髄は中身。よく枝分かれし、枝は、灰茶色で、若枝は無毛、鈍い量がありやや四角い。葉は耐性し、長さ4から10センチメートル、幅2から5センチメートルの通ら形長大円形、縁は、全円で、 両端が短く尖り最大幅は中央から先寄り。傭平は2から6ミリメートル、無毛か、時に毛が治留する。葉には毛がないか少なく、葉脈はシワ状に見え、表面は凹み、裏面でやや突出する。本年枝のチューブの溶液から4から5センチメートルの花柄をのし、先端に白色の2個の花をつける。夏季は7から8月。 果敢は1 5トルほどの長さで、鼻筒の基部は膨らみ、上部が2列して神経になり、上唇はさらに浅く4列し、下唇は線形。果敢の内面、鼻糸と下中に細毛が密生する。液化は直径約8ト、mm、ルの球形で、2個は半ばで合着し、9月に赤く熟す。果実は有毒とされ、多色すると死亡する、可能性もある。 和名は、氷炭木こと金銀木よりも葉が大きいことに由来する。学名は、ロシアの植物学者のマキシモビッチが、植物採集に協力してくれた、菅和蝶之助への懸名として命名した。阿光山帯の林園に生育する、大氷炭木、白山日本の固有種で、本州の阿光山帯から鉱山帯にかけて、やや稀に分布する。 森林限界付近の低木林内や林園に生育し、残雪の近くで見られることが多い。石川県では白山周辺部のみに分布する。基準標本は日光のもの。山梨県でレッドリストの絶滅危惧種 IB 類の指定を受けている。新潟県では地域個体群の指定を受けている。国レベルの環境省によるレッドリストの指定はない。環境省により 上信越高原国立公園、中部山岳国立公園、八ヶ岳中心高原国定公園などで自然公園指定植物の対象とされている葉の主脈に実や花をつける花以下がありがとうございます。